どうも、大スケです。皆さん、正月お餅食べましたあの、餅をそのまま焼いてあの、砂糖醤油につけて食べたりとか、えー、ぜんざいとかお雑煮の中にぶち込んで食べたりとか、えーと、あと、なんだっけ、あの、えーと、雑煮じゃなくて、あの、なんか、汁物のやつ、えーと、違う、雑煮か。すいません。 <laughs> 馬鹿すぜんざいとかお汁粉みたいにあんこの中にも餅をあのぶち込むパターンもあれば野菜とかと一緒にお汁の中に入れてあの飲むあの雑煮もありますよねあのおじいちゃんたちが喉詰まらせるやつみたいな風にお,お餅ってたくさん食べ方があるじゃないですか、まあ、大根助の家は結構あのお雑煮の中にぶち込んで食べることが多いんですけど餅似てて思ったんですけどあの餅って最初は。あの あのまあ沸騰した水の中に入れたたとしても沈むんですよねただしばらくそのまあ自分の母親からも言われたんですけどお餅が食べ頃になる時っていうのはお餅が浮いてくる頃になる頃だよってもうあの浮いてきた時だよっていうふうに言っててで見てたら本当に浮いてくるんですよねでえ何で浮いてくるのっていうのがねちょっと気になってあの調べたんですけどその餅のあの。 温度が上がるとその固体の中の体積が膨張するんですよね。で、体積が膨張してその密度が,下がる密度が低くなるんですよ、す少なくなるんですよね。で ま、低温の時のお餅だったら、水よりも比重が軽いから、あ、比重が重いから、水の中に沈むんですけど、膨張して体積が、あの、増えて、そして、密度が低くなることによって、密度が小さくなることによって、水よりも軽くなって浮いてくるらしいんですよね。で、あの、ま、水よりも浮くということは、たくさん餅が膨張してるということであって、まあ、餅の硬さが取れて柔らかくなっているという何よりの証っていうことがね、最近知ったんですよね。あと、まあ、今年の正月に知ったんですよね。 もちろんそれは今までそのンに作る時にその餅を煮る役目っていうのをねなんか人にまか家族に任せてたっていうのもあるんですけどな、まあ、なんかいざ自分でやってみてあのな,なんで餅は浮くんだろうっていうそんなことすら知らないまま25年大之助が生きてきたのかっていうことにね最近ちょっと愕然としているあのところなんですよね。ということで、まあ、僕たちが気づいてないだけで好奇心を発揮してないだけで世の中ね知らないこと面白いことってたくさんあるんだなっていうのを、ね、改めて思いましたね。なので皆さんもえー、とまあ 大助も尖閣被災で無知もお前な人間なんで一緒にいろんなことを学んで成長していきましょうというお話でした。ということで今回は以上。